禁止されたアイテムを持ち込みましたか？あなたは刑務所で映画を見ることになります。おやつなしで映画を見に行くなんて想像もできません。しかし今日の警備員は非常に厳しい。映画館にお菓子を持ち込むことはできません。このキャンディーに別れを告げます。エリーは家からボールいっぱいのキャンディーを持ってきました。古典的なトリックがあります。そう、妊娠しているふりです。ああ、おめでとうございます。赤ちゃんはもうお腹蹴ってるの？今蹴ってるのはキャンディーだけです。通して、もう座らないと。ジェイクも同じ手を使いますか？妊娠作戦は成功するとは思いません。お腹が痛そうですね。違法なキャンディーでいっぱいなので当然ですね。ルール違反者は出て行ってください。白い布は使えます。はあ、お化けの仮装、顔を見せてください。何？いない？どうして？はい、どうもありがとう。女の子はラッキーです。下着にお菓子を隠しています。警備員は彼女を中に入れました。ジェイクはお菓子のためならジェンダーを超えます。こんばんは。はい、チケットです。おっと、ジェイクのカツラが取れてしまいました。キャンディーブラ作戦失敗。これは何？ガム？さよなら。彼はお菓子を持ち込む方法を知っています。チョコを腕に貼っています。警備員には見つかりませんでした。映画館に入れたんです。すごいぞマイク。キャンディーブレスレットは素晴らしいアイデアです。でも腕がもっと長ければいいのに。これだけではありません。グミのお腹に注目。映画館にお菓子を忍び込ませる別の方法はポンポンを使うことです。警備員はまさか綿飴だとは思いません。よく見て学んでね、ジェイク。僕もやってみよう。チアリーダーのコスチュームどこにあったっけ？フレーフレーゴーゴー。重そうなチアリーダーが映画館にやってきました。彼女のケムクジャラの足と武将ヒゲは応援ドレスコードに引っかかります。出直しだチアリーダー。別の方法はキャンディーをパーカーの下の分厚いクッションの中に隠すことです。マイクは甘いものが大好き。彼のお腹を見れば一目瞭然です。誇りと喜びに満ちています。映画館に潜んでいるのは誰ですか？忍者のジェイクです。忍者は変装の達人。こんにちはケビンさん。煙幕をどうぞ。残念ながら忍者も煙で見えません。ジェイクは間違ったドアを開けてしまいました。これは警備室です。すいません。
骨を骨折したの？お大事に。ああ、君も骨折したの？かわいそうに。いいえ、骨折なんかしていません。キャンディーを隠しているだけ。あなたのギブスも開く？しかし、リックのギブスは本物です。まぬけだな。髪が長ければそこに隠すことができます。例えばスキトルズとか。いい考えです。エリーは無事通り抜けました。しかしジェイクはあまり理解できていないようです。キャンディーのカツラではなくキャンディーを隠すべきでした。恥ずかしがり屋なの。どうぞお入りください。ありがとう、夢が叶った。なんてわけないだろう、家に帰れ。マイクは別の方法を考えました。弓にチューパチャプスを刺して放ちます。さあロビンフッド、矢を放ってください。無事に中に入りました。すごい、キャンディーが飛んでくるのを待ちます。おっと、警備員がキャッチ。弓矢作戦は失敗しました。キャンディーを映画館に持ち込めません。でも風船は大丈夫。風船は実は入れ物にも使えるんです。ちょっと大きな音が出ますよ。はい、キャンディーが出てきました。これ落ちましたよ。ありがとう。マジシャンの家族がやってきました。お菓子を持って入ることはできません。私たちの最高のショーをまだ見たことがありませんね。ケビンさん、よく見て。謎の真相です。エリー、こちらへ。では布の後ろには何がありますか？消えました。ねえ、どこ行ったの？すごいマジックだ。赤ちゃんを抱っこした若いママです。かわいい。ああ、ちょうど眠ったとこなの。もちろん、どうぞ。ああ、赤ちゃんだ。触らないで。赤ちゃんはキャンディーなの。赤ちゃん大好き。映画館の平和をいつも守ってくれてありがとうございます。いつもお菓子を持ち込もうとする犯人です。お仕置きが必要です。どうぞこの贈り物を受け取って私たちを中に入れてください。もちろん。はい、どうぞ。はい、お待たせ。あー、なんて可愛いの。同じぬいぐるみを持っています。これは子ども向けの映画で、子どもたちはみんなぬいぐるみを持ってきました。マイクもどうぞ。テディベアも一緒に映画を見ることができます。それが実は子ども向けの映画ではないことが分かりました。ぬいぐるみは子どもの目の前で引き裂かれます。キャンディーが欲しい。パパ、テディベアが殺された。モンスター掃除の時間です。用務員を通します。
ふう、とうとう成功しました。おやつを持ち込めました。しかし映画はすでに終わりです。ねえ、みんなどこ行くの？うそー、また？映画館のライフハックはいかがでしたか？あなたが気に入った方法をコメントください。チャンネル登録してベルをクリックしてください。夫婦の陽気な新しい映画館ライフハックをお見逃しなく。